三浦新奈良8月12日から1947年8月14日は日本の経済学者、実業家、政治家。専門は経済史。1942年帝国学士委員会員。山形県山形市畑子町の三浦新兵衛の4、男として生まれる。旧制山形中学校を経て東京高等商業学校卒。 1903年からドイツに留学し、ライプツヒ大学等で、ランプレヒト等に支持し、歴史学を研究する。帰国後の1911年、母校である東京高等商業学校の教授となり、経済史、文明史を教えた。三浦ゼミ出身者に、上原千六、村松光一郎、町田真秀、増田志郎、増渕達夫、龍慎太郎など。 1912年、一族の総長である三浦家の養子氏となる。1927年、家業である、両右銀行監査役となり、その後どう取。り。多額納税により1932年9月29日、貴族院議員。討りを辞し、1934年、東京商科大学学長。日本銀行参与党も歴任。研究者、財界人。 政治家として活躍する。1920年の戦後恐慌、1927年の金融恐慌、そして1930年の昭和恐慌と3度の恐慌に見舞われ、当時の金融機関は苦境に陥っていた。両右銀行とて例外ではなく、山形県の中核的金融機関として多くの不良再建を抱え込むに至った。このため、 筆頭株主である三浦家の養子氏となった新七に対し、帰京を要請し、同行の再建を委ねることとした。三浦は頭取に昇格後、従来の資本金を4分の1に減資し、それにより、不良債権の一括処理を行うことを主眼とする、経営再建策を講じた。また、この際には、同行、三代、八代、東取を務めた、仙台、吉三郎の養子となり、 資産管理に当たっていた、長谷川義三郎に対し、再建を二人でしようと申し入れ、両人で再建に取り組んだ。この回もあり、山形県下の金融機関は、東北他県とは異なり、銀行が破綻することなく、昭和初期を無事に乗り切った。1935年、東京昇華大に、白氷事件と呼ばれる、学園紛争が生じたため三浦が短期間、 学長として復帰することとなった。このため、養子師となった三浦八太郎が、取締役として、両武銀行に入行。長谷川と共に、第二次世界大戦前後の動向の経営を担い、今日の山形銀行の礎を築いた。1947年8月14日、自家洗顔のため癌研究所附属病院にて成居。三浦は、 山形市七日町の山形市立病院再生館付近に所有していた土地と三浦銀行社屋を両右銀行と三浦銀行の合併を機に現金5万円を添え山形市に寄付をした。1956年に大沼都市は敷地の総合譲渡と交換売買を行った。そしてその際の余裕金3.000万円を基礎に市は山形市役所向かいの県 有地の払い下げを受け、三浦記念山形商工会館を建設。完成した会館には、山形商工会議所や山形市、中央公民館等が入居した。その会館も、歳月の経過とともに老朽化したため、新会館が建設され、2008年に竣工した。また新会館5階には、三浦新七博士記念館が併設された。三浦の遺徳を記念し、 山形市の産業経済の向上に尽くした個人や団体を表彰することを目的に、1963年に創設。毎年12月に表彰式を挙行している。一橋大学学園史資,資料室、官報第1727号、昭和7年9月30日。三浦新七とは引く言葉んく、はっとりと自転有名人の死亡診断近代変付録。 近代有名人の新一覧26ページ、文献目録人物編山形県立図書館、AB 山形史子編集委員会、山形史子編参委員会編、山形史史現代編山形史、1981年。ありがとうございます。